Hello everyone, it's Taga. Welcome to トクトイストアコテッチバンスイクペース。僕ってパワーレンジャーのおもちゃを一回も漁ったことないんですよ。まあ一番大きな理由は日本だと手に入りにくい。僕みたく田舎に住んでる人間は基本お目にかかることもないです。で、二つ目の理由は戦隊のおもちゃで満足しちゃってるんですよね。一つの商品ラインだけパワーレンジャーですごい羨ましいなと思ってたものがあって、それがライトニングコレクション。デカマスターのライトニングコレクションすごく欲しかったんですよ。シャドウレンジャーか。ツイッターのフォロワーの方から譲っていただきまして、それがこちら。今日は日本人のライトニングコレクションへのリアクション。では、始めましょう。この状態で見る分にはかなりできいいんじゃないですか、これ。正直、イメージ映像だとあんまり出来良くないのかなって思ってたんです。真骨頂見慣れてるせいってのもあるとは思うんですよね。まあ、とりあえず開けてってみましょう。なんで戦隊アーツボス出さなかったんだろうな、最後の最後まで。ルパンレッドとか欲しいんですけどね。リュウソウジャーとか、いや、初に生えそうなんだけどな。よし、せーの。手首は2つか。思ったよりやっぱり出来いいね。あ、出しづらいのは日本のアーツと一緒や。よし、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 来たー。おー、あ、え、めっちゃいいじゃん。あ、思った以上に出来がいい。あ、すごいいいな。ディーソードベガもちゃんとついてるし。たー、あ、でもディーソードベガもそこまで悪くないっすね。結構可動域も広いんだね。アーツと遜色ないレベルだ。すごい。むしろアーツより股関節が硬くていいかもしれない。へー。おー。全然いい、全然いい。イメージ映像で見てたやつよりもすごく印象がいい。いや、正直、パワーレンジャーのおもちゃを、バンダイアメリカ、US が作らなくなったって聞いたとき、ちょっとショックだったんですよ。逆に言えば、それがあったからこそこれがあると思えば、いいんじゃない？あれだね、塗装が雑だなっていう部分はありますけど、結構開けたばっかのにも、目につく限りでね、3つ4つぐらいね、傷がある。まあ、わずかなレベルだね。フィギュアーツは、基本今まで出たの、戦隊とかウルトラマンとか仮面ライダーのものは大体見てきたんですけど、で、真骨頂も大体揃えてますけど、あ、いいですね。あ、全然クオリティ高いと思う。むしろ手頃な価格帯で買えることを考えたら、アーツよりいいんじゃない？これ。それで考えると、この値段でこのクオリティってすごくない？うん、ちょっとね、やっぱ塗装が省かれてるなーっていうイメージはあります、正直。耳とかもちょっとここはクリアパーツとか使ってほしかったなって思っちゃうけど、いいと思う。まあ子供も気軽に触れるってことを考えたら、これはベストアンサーだと思う。はい、ということで、日本人のライトニングコレクションへのリアクションでした。買っちゃいそうだなー、見つけたら。日本でももうちょっと買いやすくしてくれるといいんだけどね。触ってみたいおもちゃって結構あるんですよ。それこそ今ダイノフューリーの変身モーファー出たじゃないですか。めちゃめちゃ見てみたいし触ってみたいんですよね。モーファーもいずれ触ってみたいな。では今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。